おたえること陽介会員でございます。アルファシータブランドからですね、もう衝撃の登場ということで、オムニスディオすごかったですね。まだ見てない人はですね、ぜひチェックしてみてください。こちらの製品もですね、同時に発表されたということで、今回はこちらのですね、アルファシータのウェーブ8を紹介したいと思います。ゲストにですね、企画の、井上さん、はい、お久しぶりでございます。よろしくお願いします。ダブル井上でお送りしたいと思います。井上さんはスピーカー周りが多いんですか？そうですね。はい。モニタースピーカーとですとか、そういった商品の企画をしておりました。はい、はい。ということで、スピーカーのスペシャリストと。このウェーブ8なんですけど、コンセプトっていうか、はい、こうどういう、なんか製品なのかというのを大まかに教えてほしいんですけど。はい。まずは、DJ を始める、ハードルを下げる、活躍の場を広げるっていう意味で、どこでも使えるスピーカーというのを考えました。で、そのためとして、我々のラインナップとしては初めてバッテリーが内蔵されているスピーカーとなります。おー、バッテリー、はい、この PA サイズで、はい、バッテリーが内蔵されております。なので、電源フリーで使うことができる、屋外でも使うことができるということですね。めっちゃ便利ですね。はい、うーん、なので、先ほどご紹介いただいたオムニス DJ と組み合わせて使えば、外でも電源へのアクセスがないところでも、どなたでも DJ プレイが楽しめるという商品になります。充電のこれはどれぐらい持つんですか？通常使用で8時間です。はい、8時間、はい、なるほど。これはもう5時間とか、はい、省電力モードでも6時間とかだったんで、はい、もう全然カバーリングもできちゃう、はい、朝からイベント始めて夕方で終わるみたいな風だったら全然問題なく使えるのかなっていう気はしますね。はい、バッテリー内蔵スピーカーって本当に何千円っていうものから1万円、2万円とかも結構あるじゃないですか。はい、なんだけど、ちゃんとした現場の仕様で信頼できるバッテリーのスピーカーってあんまりないんですよね。そういう意味でも、もうアルファシータが出してくれたということで、そうですね、そこも信頼性が高くていいなと思うんですけど、こちら8インチのスピーカーサイズになっておりますんで、ウーハーが、はい、あ、ここが、はい、屋外で使用する際にも迫力のある音っていうのを楽しめるかなというふうに考えております。なるほど、はい、ウーハーもなんか良さそうな素材のやつ使ってますね。はい、コーンの素材等も検討いたしまして、このユースケースに最適な、コーンということで新規開発いたしました。皆さん、まず音量チェック、はい、ということでどれくらい出るのかって、はい、ここスタジオだからちょっといいですか、ちょっと上げて、はい、はい、皆さんはね、YouTube なので、ボリューム感は分かんないかもしれないですけど、陽介管理人がちょっとですね、どれぐらいのパワーがあるかっていうのを、まず確認していただきます。はい、ちょっと四つ打ちでね。今かなり出してみたんですけど、これ1本で室内だったらイベント仕様で、具体的に何人まで とかって言いにくいとは思うんですけど、はい、どうなんですかね。でも室内で100人ぐらいとか全然いけちゃいますよね。屋外仕様で、50人から100人規模の、多分それぐらいいけちゃいますよね。100人まで想定して作りました。で、バッテリーです。はい、バッテリーです。めっちゃいいじゃん音、はい、なんですけど、はい、これがね、またさすがだなって思いました。他のバッテリー内蔵のスピーカーとかもいろいろなブランドから出てるじゃないですか、はい、私もいろいろですね、聞かせてもらってて、割とかなり聞いてる方なんですけど、もうね、これはアルファシータの音がするわ。本当に音の輪郭がはっきりしてて、 SN が良くて出るとこバシッと出てっていう感じで、サウンドクオリティに関しては本当ね、今っぽい感じがすごいしますね。高額というか、その10万円付近のそのバッテリー内蔵のスピーカーですね、聞き比べてほしいです。これはね、めっちゃ音いいです。おっしゃられたように、これ音作りはやっぱり相当気を使って作成しておりまして、だってチームがチームだもんね。そうです、井上さんも本当にスペシャリストだし、他の方もね、こだわりはばっかりだね。そうですね、屋外で行う DJ パーティー、
これを想定して、音作りから何から作りましたんで、素晴らしい、まあ、その用途においてはやっぱり最適な音になるんじゃないかなっていうふうに考えております、ね、うん、やっぱりスピーチとかちょっとした楽器演奏と違ってダンスミュージック鳴らしたかったんで、うん、ボトムがしっかり出るような音作りは、そうね、スピーチなんかもでもいろいろなシチュエーションで使えるようにですね、はい、実はですねサウンドモードもあってですね、はい、これがめっちゃ便利なんですね井上さん、はい、サウンドモードっていうのがあります。で、ミュージックっていうのと、はい、ミュージックのローカットですね。あとはフラットモードもあるんですね、はい、素晴らしい。でフラットのローカット、おお、はい、ボーカル、はい、サブウーファー、はい、ほう、どのモードがどういう風なのかっていうのを、はい、ちょっと聞いてみたいと思いますので、はい、ちょっとがっつり真面目に聞いてみたいと思います。はい、まず何行きましょうか。今はミュージックモードです。あ、ミュージックモード、はい、あ、今までのやつですね。そうですね、今まで使ってたやつですね、はい、うん、あ、うん、OK です。はい、じゃあ次はフラットモード。フラットモード、はい、そうです、はい、フラットモード、うん、で次はボーカルモードなんで、ボーカルモードです、ね、ボーカルがあった曲の方がいいのかもしれないんですけど、ね、ああなるほど。あ、まあでも大体わかりますんで、はい、解説するので大丈夫です、はい。これボーカルモードのボーカルって、はい、スピーチのこと、スピーチ、スピーチの方、マイク端子もついてますんで、うん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 、マイクをつなげてつなぐこともできますんで、その、まあ、そういった使い方、ボーカルが入ってる楽曲はボーカルモードっていうわけじゃなくて、はい、スピーチの方ですね、スピーチの方イメージした、なるほど、ね、ああなるほど、はい、じゃあちょっとあえてボーカルモード聞いてみましょうか、よいしょ、あ、これはすぐ分かった、はいはい、なるほどなるほど。で、で、まあ、うん、ローカットモードっていうのがそれぞれ、ミュージックモード、フラットモードにはそれぞれついてるんですけれども、うんうん、まあ、このローカットがなぜついてるかということなんですが、はい、最後にもう一つこちらサブウーファーモードっていうのがございます。なるほど、サブウーファーモード、ひょっとして、まあその名の通りこれをサブウーファーとして使うっていうことができるっていうことですね。ほう、はい、ちょっと聞いてみましょうか、はい、今ちょっとサブウーファーモードにしました。おお、すごいすごい低域ですね、はい、つまりこれ、まあ、1台で使ってるところをお見せしたんですけれども、まあ、複数台で使う場合、うん、当然 LR で使うこともできますし、うん、例えば3台ご用意いただいて、うん、LR プラス、まあ、今お見せしたサブウーファーモードとして、サブウーファーとして使うっていう3台使いっていうことも、可能っていうことなので、まあ、お好みの音ですとか、うん、まあ、場所の広さとか、うん、そういったものに組み合わせて、はい、スピーカーをこうやって増やしていくっていうことも考えて作りました。これダイヤルでパチパチ変えれるから、はい、まあ、他社のこと言ってもあれなんですけど、画面でちっちゃいディスプレイがついてて、そこの階層入ってって、はい、みたいな、まあ、御社でもなんかひょっとしたらあるのかもしれないですけど、はい、とにかくこのサウンドモードをパパッと切り替えれるっていう、はい、よくあるじゃないですか、なんか液晶で変えてっていう風で、はい、ミュージックとかフラットとかって、でも変える気になんないですよ、めんどくさくて。 でもこれだったらシチュエーションによってパパッて変え、はい、れる感じがするから、はい、すごくいいなって思いますね、はいはい。で続きまして、さっきですね井上さんがおっしゃられたようにですね、このサブウーハーということで、はい、これもちょっとネタバレになっちゃいましたけど、はい、スピーカーの連携ができるんですよね。そうですね、うんうん、はい。でですね、うん、まずですね、はい、こちらのちょっともう一つ大きな特徴として、うん、DJ 機器と無線で接続できるというのがございます。そうなんですか、はい、なるほど。今までだと当然、うん、DJ 機器からスピーカーっていうのはケーブルをつないで、うん、だってケーブルないですもんねこれ、はい。でもう今すでにご覧の方もお気づきかと思うんですけれども、うん、こちら今ケーブルが何も出てない状態で使用しております。電源に関しては先ほど申し上げた通りバッテリー内蔵なんで、うん、これで使ってるんですけれども、うん、DJ 機器今こちらお店で用意してるんですけれども、うん、こちらとも今無線でつながっております。マジっすか、はい。で、あ、っていうか、いや、だってさっきこうやって DJ のこれって別に有線の反応で無線、いや、ありえないですでですね、まあ、今まさに言ったように無線の技術って、まあ、Bluetooth ですとか Wi-Fi とかいっぱいあるんですけど、え、 Bluetooth ですよね。
今接続したのは Bluetooth ではなくてですね、うん、無線接続っていうのは難しいんです。まさにその通りで、いやめっちゃ遅れますよね。遅れが生じるんです、ね、うん、レイテンシーですとか、まあ、遅延っていう言い方をするんですけれども、はい、つまりあのここでリアルタイムで操作したものからスピーカーが出る前に少しタイムラグが生じてしまうんで、うん、まあ、それがゆえに DJ 機器をスピーカーに無線で接続するっていうのはこれまではちょっと不可能だなっていうふうに思われてました、うん、逆に言うと、無線で接続するためにはその遅延っていう問題をいかに解消するかっていうのが大切だったんですけれども、うん、まあ、今回あの新たな技術を用いまして、うん、この無線が DJ を行う上では全く気にならないレベルまで下げることに成功いたしました。だって気づかもうほぼ気づかなかったですね、はい、ありがとうございます。いや全然、ね、Bluetooth でも、まあ、オムニスディオで Bluetooth でやっていただいて、はい、まあ、普通に軽くミックスとかだったら全然いいんですけど、はい、確かにもう、はい、とか速いっていう動きとかだとどうしてもやっぱりちょこっとね、そうですね、うん、ずれる。だからその演奏者のフィーリングみたいなところ、ええを反映するのってなかなか難しいんだけど、はい、これめちゃすごいっすよ皆さん。これこんなの初めてです僕、はい、これどうやってやってるんですか。これはもう言えない。あのソニックリンクっていう無線技術をあの新たに作りました。ソニックリンク皆さん覚えておいてください、はい、ソニックリンク独自の無線技術を用いまして、すごい、まあ、これをあの遅延を少ない遅延で、うん、DJ 機器と無線接続するということに成功いたしたというものになります。すごい。 DJ ブースだけ隅っこに置いてあって、はい、お客さんのダンスフロアとか聞かせたいところっていうのを離れてるっていうパターンもありますよね、はい、そういう場合でも大丈夫。はい、そうですね、はい、しかもこれもうオムニス使ってるんで、はい、もうバッテリー内蔵だから。そうですね、こちらもバッテリー内蔵なんで、めっちゃ離れてもいいってことですねこれ。そうですね、はい、はい、ちょっといいですか、話してみていいですか。はい、どうぞ。こちらのトランスミッターから本体まで15メートルまでは大丈夫と。15メーターまで大丈夫だって、はい、あれ伊野さん待ってください。これちょっと今話そうとしたんですけど、皆さんこれコロがついてるじゃないですか。そうなんですね。で、あの今回、まあ、申し上げた通り屋外で使う、外に持ってって使うっていうことを考えましたんで、あ、めっちゃありがたい。これ持ち運びやすさっていうのもいろいろ考えました。で、今あのハンドルも今持っていただいている底面だけでなく、うん、まあ、側面にもこうやってやるんでしょ。こうやってやればいいんでしょ。こうやってところがですね、うん、もう一つこちらにハンドルがついてまして、これが伸びるんですね。あ、ハンドルもついて、あ、めっちゃいいじゃん。なのでこのように転がしながら持ち運ぶっていうことが可能です。やばい。この状態で上手に飛んでますけど、すごい。へえ。ちょっと全然いいよ。なるほど。でこれ伊野さん、まあ何も障害物とか、はい、そういうのを除いて、はい、直線で15メーターぐらい離して大丈夫。やばいっすよ皆さんこれ。へえ。あとこれがめちゃくちゃいいわ、うん、結構なんかイベントの設営とかで、はい、なんか力がない人とか、いいわ、ね、俺やるわみたいなのって結構多いけど、はいはい、これだったら楽ですね、はい、まあ、下手したらなんかおじいちゃんおばあちゃんとかでも、そうですね、めっちゃ優しいみたいな。あの、あまりこう力のない方でも持ち運びを簡単にするためにはどうすればいいかなっていうことを考えてこのような仕様にしてます。さすがですね。で、音もめちゃくちゃいいでしょ、はい、重さなんですけど、12.4kg と、いうことでございますね。サブウーハーモードだと、はい、これサブウーハーです、はい、で、もう一個スピーカーがつなげれるとかって言ってたんですけど、はい、それはどういうことですか。ですね、今ちょっと2台目のスピーカーもご用意してるんですけれども、2台スピーカーを用いると、当然、まず LR で使うことができます。で、こちらにですね、うん、チャンネルっていうボタンがありまして、今 LR っていうふうに両方ついてますんで、うん、まあ、いわばモノラルモードとして使えるってるんですけれども、例えば L だけ R だけっていうような使い方がまずできます。なので、L チャンネル用 R チャンネル用っていうのができます。あ、で連動できるんだこれ。そうですね、連動できてステレオスピーカーとして使える？も使えますし、先ほどご覧いただいた通り、まあ、サブウーファーとして使うこともできます。で、
もう一つの特徴として、今これあの DJ 機器と無線で接続できるっていうふうに申し上げたんですけれども、うんうんうん、2代目3代目のスピーカー同士も無線で接続することができます。あ、そうなんすか、はい、なので、例えばでなぜこれができるかというと、まずこちらですね、ここにこれだ専用のトランスミッターというのが内蔵されています、はいはいはい、で今現在はこちらオムニスデュオに使ってますんで、これ全く同じものなんですけれども、今さこれ内蔵ですね、別売りとかじゃないですね、これは、はい、同梱されてます。でこれが取り外しできて、DJ 機器と使う際には、このように DJ 機器に接続いただいて、まあ、ここから音を送ってスピーカーに受けると、スピーカーで受けるという、これ無線なんですけれども、ね、うん、2台目を使うときは、うん、ここにトランスミッター格納いただくと、うん、ここから2台目のスピーカーに音を送るという形になります。3台目も同様ですね。これに、はい、今、まさにここから、こちらに無線で音を送っております。え、今もう鳴ってるの？今こちら鳴っております。おー、すごい、はい、すげえ、こちらすごい。で聞くことができるということになります。はい。でこっちもちょっと上げてます。はい。本当だ。めっちゃすごい。おお。ちゃんとステレオになってますよ。はい。今こちら R チャンネルにしましたので、うん、はい。こっちをサブウーファーモードにしたら、こっちに低音を担当させてやれれば、低音と、まあハイミッドと。はい。ボリュームのもバラで調整できるから、そこでも音作りもできてしまいます、はい、ちょっとやってみましょうか。ちょっと低音聞かせていきますよ。これちょっと多分 iPhone のカメラで入らないかもしれないけど、はい、おでこっちこっちのカメラでハイミッドで、こっちをウーファー担当させてます。やばいね、この使い方。あこれは便利だわ。井上さん、これ本当便利だね。ありがとうございます。めっちゃいいわ。俺このサブウーファーモードが本当気に入りました。はい、グライコとかで、ええとかチャンデバとかでいちいちもう切ったりとかするのが、はい、もう何キロでどうのこうのとか、はい、めんどくさいんですよ、はい、正直言って、はい、だからいい感じのところでも最初から切れてて、はい、あとボリュームだけでできるっていうのが、はい、本当にめちゃくちゃ便利だから、これマジでこれ4つ買いありっすね、はい、うんって思いました。だってこれ4つ持ってってやったら、はい、多分どうですかね、もう一発のダンスフロアが、ね、できますよね。まあ、十分鳴らせるかなというふうに思います、うん、はい、普通にフルレンジで4つ4箇所囲ってもいいし、サブウーファーとして1ペア使って、まあ、ハイミッドとして1ペア使うっていうやり方もできるし、まあ、お聞きいただいたように1本でもかなり迫力が、いやいや、まあまあまあそれはそうだ、うん、思いますが、うんうん、まあ、そのように2台3台とつないでいただくことで、まあ、より、うん、まあ、大きな場所ですとか、うん、まあ、より迫力のある音っていうのを求める方にはそういった使い方も十分できるなと、ね、そうね。続きましてボタンの説明どんどんしていきますけど、 Bluetooth のペアリングボタンですね、はいはい、でこれは、さっき言ったようにスピーカー2台目3台目のスピーカーとつなぐときにこちらのボタンを押して、まあ、ペアリングというようなものをするということになります。なるほど。でこれは今スピーカーがシングしてるよっていう、そうですね、今この DJ 機器と、あ、そうかそうか、これがまあちょっとソニックリンクのマークとして使わせていただいてるんですけど、あ、ソニックリンクのマーク、こういうマークですね、はい、でここがワークしてるとこちらに、うん、こちらがこのように点灯し、まあフロントの、インジケーターも、うん、こちらの緑色のインジケーターと白のインジケーターがあるんですが、まあ、こっち白の方は電源なんですけれども、うん、まあ、緑の方はソニックリンクの接続を表してまして、今この点灯している状態はソニックリンクで、外部機器と接続しているということを示しています。あ、めっちゃ分かりやすいですね。なんかね、ちゃんとリンクされてるかどうかっていうのが、はい、マジで不安になる時があるんです、はい、遊びだったらいいですけど、はい、仕事とかでも使おうと思うと、はい、そこがめっちゃ不安だから、はいはい、まあ、ぶっちゃけ俺昨日子どもの地域のお祭りがあって、大体500人ぐらい入るお祭りの音響を、お体でサポートでやらせ、はい、させてもらって、はい、
違うやつを使ってたんですけど、はい、それもスピーカーでリンクさせても、はい、心配でも何回も見に行ってみた、これはめちゃくちゃいいわ。さすがですね。まあ、これだと遠くからでも接続状態が確認できるかなというふうに思いますね、うん、なるほど、素晴らしいね、はい、うん、外形もかっこいいしな。で続きまして、ボリュームですね、はい、はい、ボリュームです。中のアンプどれぐらいの出力があるんですか。結構強いですよね。デジタルアンプですよね、これ。デジタルアンプです、ね、ですよね。なので、さっきのやつでいくと、はい、結構12時ぐらいでもバコーンって出るんで、はい、多分これマックスにするとあのユニットが耐えきれなくなるぐらいのパワーを秘めてる感じがしますよね、まあ、最大でも、うん、あのユニットはあの保護されるような設計にはしております。なるほど。あ、そっか、リミッターみたいなのも、はいはい、なるほどね。いや、よくできてるな。でこれ電源スイッチですか。そうですね。ああ、で上がバッテリーの残量を示してどれ。ああ、これだ。ああ、分かりやすいじゃないですか。なるほどなるほど。でこれがこちらが端子で、アナログ端子も充実してるぞ。はい、で、うん、あの、まあ、こちらの外で使うってことを想定して、まあ、防水もあの考えてますんで、まあ、こういった端子類はこうやってカバーをつけることで防水を、うん、はい、果たしてるっていうことになりますね。なるほど。でこの蓋を開けるとこのように端子類がご覧いただけます。防水が、IPX4 になります、はい、おー、 X4 あればそこそこ本当に、はいはい、通常仕様であればそこで十分使えるかなというふうに考えますね。なるほど、すごいな。で、あ、めちゃくちゃいいじゃないですか。 3.5 ミリの、はい、ステレオミニジャックのインプットがあります、はい、でパワーマネージメントっていうのはこれは省電力モードですか。そうですね。はい、これでちょこっとバッテリーの持ちが良くなるということでございますね、はい、オンオフパチパチと切り替えです。あ、いいですね。イコライザーがちゃんとついてますよ。で、あの、ここにマイクの端子がありますので。あ、マイクもつながるの。こちら、そうですね、マイク用の、あの、エコーですとか、うん、まあ、あのロー、ハイの調整といったことの端子になりますね。なるほど。ひょっとしてこれ Bluetooth でカラオケ、はい、で、つないで、スマホでカラオケ流して、歌って、ね、はい、歌ったりできますか。可能ですね。街角。はい。あの、うん、まあ、外で使うっていうことなんで、まあ、例えばその司会の方がマイクを使って何かスピーチするとか、うん、そういったことも当然ありますんで、うん、まあ、そういった方のために、まあ、こちらもマイク用の、仕様ですね。入力端子、レベル調整、ロー、ハイの調整、エコー。かわいいぞ。あ、で、アナログのラインアウトもちゃんとついてるっすね。ついてますね。はい。素晴らしいですね。で、ラインインもちゃんとコンボジャックでついてるし、はいはい、完璧ですね。あと USB の給電ですね。USB? こちら、あ、まあ、ちょっとしたスマホの充電とか。なるほど。だから、これってついてると、なんかスマホから Spotify とか Apple Music とかもずっとかけっぱなしにしとくみたいな、はいはい、で、こっちはバッテリーが強いんだけど、スマホのバッテリーがなくなるという場合がある。でそれもちゃんと注意です。そうですね。こちらご使用いただければと思いますね。めちゃくちゃ考えられてますね。はい。で、まあ、背面の、で、あ、こうするともういいんだ。しまって、まあ、防水になるということですね。で、ここだけちょこっとこうケーブルの通し穴があるんで、綺麗、はい、にも見えるし、ここも保護されると。はい。で、あとはバスレフポートがあります。そうですね。ね、はい。で、まあ、さっきのローラーですね。で、まあ、AC のケーブルも、まあ、え、あ、そうか、そうか、そうですよね。おお、3ピンでですね。はい。ここも蓋ついてるんだ、はい、素晴らしいですね。まあ、通常はそのバッテリーで使用する際はこちらはまあ閉めっぱなしで使うことになるかと思います。うん、はい、なるほど、という感じでございますね。もうね、あとね、僕がね関心、さっきから関心してるのはデザインなんですよ。あのね、めちゃくちゃこだわられてて、まあ、このウーハーのね、ところのなんていうんですか、ちょっとか拡大されているというか、はい、こういうとこもそうだし、ここら辺のね、なんか溝だったり、なんか持ちやすかったりだとか、機能的にもそうだし、デザイン的にもそうだし、使いやすさもそうだし、すっごい考えられているなぁと。で、あとは僕が大好きなのは、はい、デザインと音が一致してます、はい。もうね、最近ね、これちょっと僕ね、結構愚痴なんですけど、デザインと音が一致してないプロダクトが本当多くて、結構がっかりきてるんですが、これはね、もうここら辺のさ、はい、
なんかそのパシッパシッとその幾何学的な感じとさ、なんかデザインとバシッて一致してて聞いてて気持ちよかったですね。うん、これちょっと生で聞いてみないとわからないかもしれない。まあでも YouTube でもわかるかもしれないけどな。うん、っていう感じです。で、まあここにはねアルファシータの、はい、はい、あとですね、うん、あと、まあ、まだある置き方もですね、ちょっといろんなケースを考えてまして、うんうん、まあ、通常はこういったあの、うん、いわゆる縦置きっていうのを行うんですけれども、うんうん、まあ、横に置く場合もあのこちらに横に置く場合のクッションっていうのがありますんで、まあ、横置きにも対応してます。なるほど、ちょっといいですか、横に、はい、どういう感じになるんだろうか。横置きですと、うん、まあ、例えばこういう感じ、ね、あ、いいじゃないですか。でこちらで持っていただいて、ハンドルもあの天面と側面に、2箇所ついてますので、このように持っていただく。ちゃんとゴムがあるからね、はい、でどっちでも置けるように、置けるようになって直感的にできるように、あ、両方あのめっちゃいいじゃん、両側ついてます。であと、うん、またポールソケットもついてます。あ、なるほど、スピーカースタンドも対応してる、はい、スピーカースタンドで、立てることも可能になっております。ちゃんとしてんな、やっぱアルファシータすげえな、すごい、ちゃんとしてます、はい、ちゃんとしてる、うん、すごいわ、いいわ。なるほど。で気になるお値段なんですけど、はい、これね、こんだけやられちゃうとちょっとこれちょっとめ珍しく値段当てゲームしようかな。でもね、だいたい18万とか20万とかそれぐらいかな。もうちょっと安いですね。もうちょっと安い、はい、え、いくらぐらいなんですか。13万5000ですね、税込みで13万5000。おお、バッテリー内蔵でこんだけ音出て、はい、だってこれ一発で本当に室内で50人から100人いけるじゃないですか、はい、昔だったらスピーカーは、まあ、ここまでとは言わないけど、はい、ね、それなりにバーンやって、はい、もう重いパワーアンプ持ってやって、はい、みたいな。それでもなんか40-50万ぐらいかかるのは当たり前。そうですね、って考えると13万5000、はい、税込みですね。これはお買い得だわ。で、まあ、まさにあの今おっしゃられたように、うん、こちらの例えばオムニス量とめっちゃいい、これだけ持って外に行っていただければ、うん、もうこの2つだけで DJ プレイが楽しめるということになりますね。ですよね。他には機材が何もいらないと。ですよね、はい、だから30万円、 だってこれ2つ買っても30万円台で収まるでしょ。ねえ、うん、20なんかいくらだから、はい、うん、もうこれでいいじゃんっていう話ですよね。そうですね、はい、うん、で、皆さんね、これね、PSP 感にありがちな雑い感じも本当にないんですよ。なんかね、すごい精緻な感じがするし、音がだからこう割と本当に細かいところにこだわる人とか、なんていうかな、DJ 用途とかでも音質を気にする人もすごい満足できるようになってます。でミュージックモード と、フラットモードもうなんかすごくなんかよくあるのは、はい、めっちゃ違うみたいな、うん、もうなんかコンサートモードボカンみたいな、リバーブボカンみたいな感じじゃなくて、本当にちょうど微妙な感じで変わってくれるん で、ね、センスがいいわ、はい、うん、全然やりすぎてないし、はい、うん、僕の中でおしゃれな感じがする。すごく大人でおしゃれな感じがします、はい、でボーカルモードに関してはですね、はい、ちゃんと人間の声の帯域、そこにフォーカスするようになっているので、はい、それ以外のはグッと引っ込むから声がもうバンと目立つ、はいはいはい、みたいな感じなので喋りやすいです。なんでこう、まあ、本当に駅前でね、おはようございますとか選挙のなんかやってる人とか、はい、いるじゃないですか。もうそういう人とかでもコロもそうですね、使いますね、使って、はい、ね、よくほんとちっちゃいやつとかでやってる人いるんですけど、あれはあなたの政治が安っぽく見えますよ、はい、なんでこういうの使った、でもほんとそういうのあるじゃないですか。そうですね、ちゃんとスピーチするのでも、はい、やっぱりいいやつでやると、聞く方もやっぱりリッチな気分になる、はい、まあもちろん DJ なんかも言うまでもないです、本当にちっちゃいなんかバッテリー内蔵のちっちゃいなんか3000とか5000とかのやつでやってると、もうそれなりの人に見えますからね。はい、ということで、
ただこれ13万5000円、マジで安いです、はい、結構頑張りました、はい、ねえ、安っぽいところも全然ないし、で持ちやすいでしょ、ボイス一定もありますし、あのぜひですねオムニスデュオとですね合わせて、はいはい、ご導入を、いただければと思います。今日はですね、アルファシータの井上さんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。